や、マジでこれ攻めてくるの幸せそう普通に。はいはいはい。でこれはリトプリもあるんで、さあ後から、丸太流し上げたら全部守れんじゃない。やば、まあ、アーチャーの火力おかしいって。アーチャーの火力おかしい。そうだ、アイダーボクボキタッシャン。はい、ということで今日はですねこちら 2.5 グやっていくんですけども、まあ、なんかねこれケンツが作ったらしくて、まあ、ケンツ飯ですね。はい、まあ、なんか作ったらしくて、この前ねあの通話でキタッシャンマジでこのデッキ2が使ってとか言われてマジキタッシャンの絶対これ使いこなして多分最強になれるとか言われたから、ほなもう使うしかないやんと思って、はい、まあ、動画見たんですけども確かにねあの強かったですね。はい、あの多分俺が使えばマジで俺最強になれると思うんで、はい、今日は、ね、展開から、マルチ無双していきたいと思います。さあ来ました、モンパン出た。この人ゴレだ、ゴレライトニングのなんか遅延型やった気する、昔はね、今は知らないけど。さあ、リトブリが入ってることでしょう。まあ、なトルネ入ってるんで一旦ねアイゴルホグいきます。はい、一旦アイゴルホグ、あこれ多分できてない、ちょっと早すぎたかも。あそうですね、ボズ、そうそうそう、この人ボズキかオリー入ってんだよな、昔から変わらないんかなこれデッキ的に、わかんない。まあ一旦ねこれね何来てもリトルプリンスで返せるっていうのが、ね、強み。はい、まあ、これ相手がスキルとしてもリトプリでプコーンできるんで、まあライディング打ってきたらっていうあれなんですけど、ちょっとそれ話は別なんですけどね。まあ打ってこないでっていう願いながら、オッケーオッケー、それだったら逆サイいけますね。これ多分、これするだけで多分きついと思うんだよね。これ多分タルババからの、そうだよね。からの、いやー、偉くねこれ相手。相手これ狙って横側にしてたんやったらめっちゃ偉くない?あえてのピューピューってしといてあげて、さあこれ両サイの形ね。はい。これ多分ね、スケキンがねじ込みぐらいかな。やれるとしたら。まあまあまあ、とはいえいい感じのダメージ入った。で、まあ、スケ出した先だけで2回受けてあげて、ほんで、まあ、右結構入ったから、で、次、トルネないターンなんで、まあ、墓石、まあ、なんですけども、まあ、相手にはスケキンがある。そう。ああ、でも、それだったら、まあ、行ってもよかったっすけど、まあ、一旦行きますか。まあ、一旦行って、で、墓石探して、はいはいはい。オッケーオッケー。で、まあ、ここはね、丸太打ちません。はい、打つと、結局ね、一発入るけど、アドの方がやばいんで、まあ、ここはね、リトプリでやってあげましょう。で、多分相手はおそらくライトニング打ってくるんじゃないかな。わからんけど。打ってきそうだけどな、これに。どうなんやろ、打たないんかな。まあ、打たないんだったら、シュパーン行かさせていただいてもろて、さ、グロいグロい。マジでグロい。あ、でもそのタイミングで打つのやったら結構美味しくない？そのタイミングは結構美味しいな。マジでこれ普通に、カウンターで、相手のリバー切ったから、多分ここの、普通にアイゴルホグがめっちゃきつくて、多分トルネすんですけどもね、結構ダメージ入りそうですね。多分ここにスケキンかビビドラ、スケキンか、うわガチか。まあまあでもこれ結構ホグ入りそうですね。うん、いやいい、はいはいはい。でもう一回リトプリっすね。で相手がまた多分スケキンのソウルコール切ってきたら打つみたいな感じで、これは出してあげましょう。ヒュッ、はあ綺麗、マジで美しい。で、いやあれ5打ってもいいっすね。打ちましょうか。はい、しっかり5打ってあげて、はいはい。あーこれ延命できそう。ちょっと頼む。うん、あーだったけマジで。しかもこれプリンスが、プリンスじゃない、ガーディアン、ガーディアンがちょい入り、オッケーオッケー。はいはいはい。あーこれ あいつ死んでからアーチャー出せばよかったな。まあいいや。あ、それはもうね、行きます。はい、それはもう行ってあげて。で、多分ここね、墓石からの、そうだよね。なんで、これいい感じに丸太流してあげて、しかも俺には進化好きやから、これ多分ワンチャン一発入るぞ、マジで。一発どころの騒ぎじゃない、二発ぐらい行きそう。あー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 、ここは落ち着いて守るでしょう。はい、落ち着いて守ってあげて。さあガーディアン呼び出し、ヒュン、あー気持ちいい、あー気持ちいい、やばで、進化アーチャル守る、これ2段構えね。ああリトプリがいかれても進化アーチャル守りますよっていう2段構え、いやクソついやんこれ、やばマジで。セットルに勝っちゃったよマジでセットルね、これ本来なら絶対勝てない、ホグで絶対勝てない相性なのに勝ってしまうこのデッキ、やばい。いやマジでクソついなこれ、やばいやんこれ。リトプリも強いし、シンカーアーチャーも強い。やっぱ剣使うこれ。いや、まあ、まだ一戦で見極めるのは早い。まだね。まだまだまだ。さあ、来ました。お、マンバみたいな。しかもグローバル対外に高かったな、結構。やっていきましょう。まあ、これね、ヤングには丸太打ってあげて、さあ、スカしてますね。よいしょ。はい、カバー仕上げて。まあ、なんだろう。ギャングやったら枯渇とか。うわ、そうだよね。これ俺の反射神経。どう?はい、やっぱおじいちゃんなんだよね。おじいちゃんなんでね。昔みたいに若くはないって言ってね。結構やりすぎなんで、これ突っ込んであげましょう。で、まあワンチャン、ここら辺ぐらいでギャングじゃない?どう?スケブ?あ、あー、あー、早かったー。早かったー。あの、結構入ったら、早かったけど、とはいえ結構入ったんで、うわー、これやだな、マジで。これは、ちょっと待って、マジ、スケを信じてる。俺はこのスケを信じる!あー、やば、命救われた、このスケに。やばすぎ、やばすぎ。マジで強えわ、スケ。本当に。やるとこは、やるときはやるんだな、お前も。
一個素のくせにマジで進化スケジュール見てもやってくれたわ。よしよしよし。いやこれはでも美味しいな。普通に単体なら全然美味しいですね。はい、給油してあげて、でもう一回行くだけで多分結構きついんじゃない、知らんけど。でも多分施設が入ってるんだったら、まあ施設出してくるかなと思いきや、あ、ババなんだね。でもこいつはマジでリトプリのカモ、リトプリのカモなんで、まあリトプリでねブッチしてあげましょう。まあなんならブッチしなくても多分いけそうです。こっち、あ、でもそれだったらまあこうですね。はい、からの、ちょっと待って、やべ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 、危ない。で一旦落ち着い、チルチルね、はい、チルしてからの、これね。で多分ギャング来るんじゃないかな。これ丸太いきましょう。はい、まあ丸太流してあげて、まあこれはね、バレルにね、怖がってはいけないです。はい、こういうとこで刺しとく。はい、相手受けないんでこれ、あ、今ババ切ってるんで、もうそのタイミングってギャングしかないんですよね。で、あ、これは落ち着いてファイブです。はい、落ち着いてファイブってあげて、よいしょ、はい、これで守れます。はい、オッケーオッケー。こんな感じでね、丸太切ってもとはいえね、バレルなんてね守れるんですよ。本当にケアできるんで全然全然 OK ですね。この1本の方がでかいです。いやー、こうなったら相手端前、あー、そう、そっちか。そっちでしたね。はい、やばい。あー、アイスピーが神がかってる。あー、相手のアイスピーが。マジで無能で助かった。でも相手ポイズンだったから、そうなんだよね。ポイズンがちょっと嫌だね。ポイズン嫌ですね。いや、仕事しすぎでしょ。あ、ポイズン切ってんだ、相手。やってんだよ、マジ、普通に。普通にやってんぞ、こいつ。こいつはやってるから、さ、後ろ流しといてあげて、さ、これ、ケツホグやっといてあげて、で、こっちつけ、掴みます。で多分これね、おそらくまああれが来るんですよね。そう、進化ババが来るから吹き飛ばししてあげて、ブーンやってあげて、さあいいよ、はいはいはい。であいつそっちにポイズン切ると、さあこっちね右ね、構えるしかないんですよね。はい、でこれしっかり丸太打ってあげる。はい、打ってあげて、さああとは16秒ですね。はい、このタイミングで、そうだよね、来るから外してるんだけどね、これしっかり外してるんだけどね、俺外してるっていうね、置いててください。はい、しっかり外してるんですけども、まあここさえね、守ってあげれば勝ちと。はい、バー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 、ファイブ外しても OK です。はい、まあこれはね、2倍まで決まりました、マジで。あ、まあこういうのはね、本当に枯渇相手はマジでね、丸太を怖がっていけない。まあこれはね、ホグデッキに通じますね。丸太を怖がっていけない。いやー、いいね、強いね、マジで。さあ来ました、ザ・マンゴー、ちゃ、マゴフラットみたいなやつ来ましたね。さあショットホグかましちゃいます。いきます。さあ初手ね、か初手からね、ペースを掴んでいく。さあただこれで、あ、ババが出てくると、あ、いや一発、あー惜しい。いやマジババ強いよな、本当に。まあこれリトプリで、まあ、回収してあげたいですね。でまあスケとかで多分いけるんじゃない。リトプリの火力あればこれ丸太とか打たなくてもこれだけでいけたりせん、せんかな、せんかな、したりする、したりしそうだな、したりしそうだけど、一応アイゴリ挟んどく。どうせねこれね前にアイゴリつけるんで、それだったら今つけとけっていう話なんでね。うわどうしよう、これはいい感じに後からなんすよね、後からやった方が強いんだよなこれ。はいはいはい、いやけどまあこれはしゃあないな、これは多分行かれるんで。そうだね、で多分ちょっとここは攻めてくる、来そうなタイミングなんで、え、おー、やってんねん相手俺受けなくね相手、多分受けないぞこれ、本当に本当に受けないぞこれ。で俺後からこれ丸取りしとればいいだけであって、やばくないっす、よいしょ、これアイスピで、はいはいはい、あ、あー、あれ左なんか、えあれ左なんか、え、右なんか守れてるけど左めっちゃ入ってんだけど相手今の攻めはちょっとね、さすがにヤンキーすぎだろ普通に。端前インドラスキルやばくね、さすがにカウンターの形できてたけど、そこで攻めちゃうと俺のホグ止まんないよねっていうね。トリトン切った後の攻めはマジで美味しかったっすね今の。まあこれはね、もう一回ホグいけるな、どうせトリトン切っても一発入るんで、これはめちゃくちゃ美味しい。あ、ジャイなんだ、なるほどね、はいはいはい、わあババ出てくるんだ、わあ、まあこれどうしよう、これでもさ、これ相手対応してくるって結構美味しいんだよね。なんで、まあ、これリトプリの射程を生かしてあげて、さ、これアイゴレでね、いい感じに、まあ、しょってあげたい。アイゴレでしょってあげたくて、ちょっと待って、削られないでお願いだから。やめてやめてやめて !OK、はいはいはい。ねえ、まあ、これこっちの、まあ、いい感じに守れるんじゃない、でも。どうなる、相手のスペル次第。スペル次第によっては守れそう。なあ、ファイボか。全然守れますね。はいはいはい。OK。で、まあ、これは、左っすね。あ、そっちから射抜くんだ。やらしいな。マジやらしいわ。はいはいはい。でも、一発ぐらいはねじ込んでくれたりせんかな、一発ぐらい行ってくれ、あーあったけえ、マジでマジであったけえよ本当に、はいはい、おー、おいしいおいしい、めっちゃおいしい、マジでこれ攻めてくるの幸せぞ普通に、はいはいはい。でこれはリトプリもあるんで、さあ後から、丸太流してあげたら全部守れんじゃない、やば、まあ、アーチャーの火力おかしいって、アーチャーの火力おかしい、マジでこれに関しては本当におかしい。これ5来るんだ、もうさっき5来るんで、そうなんで、まあ、これね、落ち着いてこっちで、まあこっちですね、はいはいはい、まああれは全然いいっすね、全然よくて、はいはいはい、
でワンチャン左攻めてくる、ワンチャンね、ワンチャン攻めてくる可能性あるけど、そこで攻めないんだったら相手負けだぞ、普通に負けるんじゃない。さあまあそこで落ち着くんだったらもう俺こう読みファイボで GG ですね。はい、あ偉い相手。でもこれ多分入りますね。よいしょ。うん、真ん中ね、今のね当たってなくても2周目のファイボで勝ちなんでね、こっち2650があるんで、このタイム内に相手はね攻めきれないんですよね。いやいい、これは序盤で決まってしまったこれでもね相手がちょっとね甘えてました。はい、あの攻めは1倍前にあの攻めはちょっとねやらかしですね。はいはいはい、次行こう。さあ来た、お AH7、 あモハメドライトだ、これモハメドライトだ、クランがモハメドや、モハメドなってるさあやっていきましょう。うわー出た、親衛隊ね。はいはいはい、いや親衛隊ちょっと怖いな。あでもゴブリンだったらこれあれか、ゴブジャイの方じゃない、ワンチャン、ワンチャンゴブジャイの方はあります。さあリトプリがないのがちょっと不安です。はい、めちゃくちゃ不安なんですけども、まあ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 、一旦アイゴリ追加かな、一旦アイゴリ追加しちゃけて、はい、一旦アイゴリ追加でなんか延命できてないんでこれ延命しちゃけて、はいはい、一旦ね、一旦延命しといてあげて、さあこれアイスピリー感じに飛んでほしい。うーん飛ばないんだよね、知ってた知ってた、うっ、はいはいはい、いいね、反射神経してる、はいはいはい。いやーどうやろうな、でもなんかどっちやろ、でも2発入んのやば、今の体力が2発入るんだ。あーやっぱそうだよね、こっちだよね、ポサはあった、正直ポサはあったんで、はいこっちね、ガーディアン、あーちょっとガーディアンの位置がシャバいか、まあ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 、でも守れそう、頼む。いやついよマジで、アイゴレの爆破がマジで強いわこれに関してはアイゴレの爆破がマジで強い。スケ、ちょ待って、スケ遅れてんじゃない、これ圧倒的にスケ遅れてんじゃない、遅れてんね、まあまあまあ、でも延命してあげて、いやでもこれ相手ヤンナメ切ってくんじゃない、これに行ったらヤンナメここに切ってくる説ない、ゴブリン出してくんかな、あ美味しい美味しい美味しい、全然美味しいやマジで。まあこれはリトプリが結構背負ってくれるんじゃない、うん、いやいい。で真ん中ちゃんのさ、ちょっと走ってきてんな、あいつ走ってきてんな、マジで走ってきてんな、ヤンナメ反応は聞いてないな普通に、はいはいはい、これはよいしょ、はいはい、こっちでさしっかりやってあげる、サイスピーよいしょ、やめて、あー危ない、いやマジダッシュ距離を確保しろよな運営、マジどう考えてもダッシュ距離だろ、何がダメージだよ、ダッシュ距離だろ普通に考えて、マジでいや本当にね、なんかねリトプリもそこじゃないんだよね、確保するとこ、マジファイボで死んでよマジで、本当に思うんだけど、ファイボで死んでよくない、あこれ多分ゴブリンだ、絶対絶対ゴブリンだ、いやお前うますぎだろそれ、そこゴブリン出してこないの、お前偉すぎ、さすがにさすがに偉すぎ、ちょっと待ってや、終わるって普通に、エリアドがちょっと飛んでる、今飛んでますね、いやまあこれはでもアチャスパが強くて相手ヤナメだったから、このアチャスパどっちかにしか打ってないから、てかヤナメ耐えるくね、思ったんだけど、ヤナメ耐えるよね多分、おそらくおそらくヤナメ耐えるよねこいつ、知らんけど知らんけどヤナメ耐えるよね、あなんかファイブとかあるんかな、もしかしてあヤザップとか、あそうだよね、そんな気はした。でもこれガーディアンで、はいはいはい、あもうぶち壊れじゃんマジでやばい、あガーディアンついよ、ほんまに施設いらんなマジで、新カーチャもこれやばくない、火力おかしいんだよこいつ、速いし火力もおかしいし、速くはないか、速くはないか、速いのはちょっとさすがにぎあれだな、あ疑惑だな、さすがにさすがに疑惑、はいはい、矢の雨飛んでくる、さあただこっちには、これもある、さあこれは09ダッシュが飛んでくる、いやでもガーディアンがある、はいはいはい、いやいやマジでちょ待ってこれ最強やん、やっぱケンツ最強だったわこれ、本当にごめんなさい戦って、いやでも本当に強い、4連勝でしょ、さあ負けるまでいっちゃいます、さあ来ました、いやマジ普通に強いぞこれ、マジで強いぞこれ、デッキが強いのか俺が強いのか、さあどっちですか、いやこれはデッキが強い、おそらく分かんない、マジでデッキ強い、でもなんか守れるもん普通に、なんか適当にやってても守れるもんな、なんかリトプリのガーディアン全部かっさらっていくマジで、タング系のユニットがマジで今結構本当にしんどそうだね、マジでロイジャイゴブジャイジャイ何これとか、マジでリトプリの餌になる本当に、さあミニペ切ってくれたんで、まあ、ここは突っ込んでも良さそうですね、うわやば、これスパーキーか、スパーキーっぽくね、まあ、なんかスパーキーっぽいな、顔がスパーキーしてんもん、マジで顔がスパーキーって書いてある顔に、さあ SP、 いやいい、おいしい、いやスパーキーちょっと怪しねいやスパーキー怪しくね普通に、しかもヤナメでしょ、怪しすぎんだろ普通に、普通に怪しすぎんだろこれ、待って絶対スパーキーやったって進化フォームでしょ、100スパーキーやん、いやこれはこっち行くよっていう構えしといてあげて、で多分スパーキー出てくるんだおそらく、はいそうですね、でスケブかミニペ、あーミニペか、こいつ反射神経やばくね、いやでも一発入ったわ、全然いや一発入る、この HP 際どない、
え、めっちゃ際どないマジで、ちょ待って、さすがに出すわリトプリ。でもこの位置出すと、はマジで、ほい、いやじ、これアイスピにかかってる、このアイスピにかかってるから普通に、いやマジうますぎだろ俺、はうますぎだろ普通に考えて、あーいい、マジでいい、てかなんならこのカウンターやばくない、普通にこのカウンターだってスケブかあれだよ、多分ガゴムレだから、そうそうだよね、ガゴムレなんだよね、もうガゴムレってことはこのね、ここのホグがめちゃくちゃ気づいた、はい、めっちゃ入ってんな、あーめちゃめちゃ入ってるわほんまに。さあこれね、アイスピでいきましょう。でなんなら2周目行ってもいい、今のタイミングな、これ多分ね、相手ねここ行くと多分スパーキーで起用してくると思うんですよ、あえて起用する、なんでかって言うとシンカーチャーがあるからですね、シンカーチャーは多分守れますねこれ、あー全然美味しい、これ2発入りますね、その位置からだと、そうですね美味しい。でシンカーチャーをマジ隠したいんよね俺的に、なんでここはリトプリカ行きましょう、リトプリカ行って、で、アイゴレ、ああ、それだったらまあこっちですね。で、アイゴレ釣ってあげる。アイゴレ釣りしてあげる。はいはいはい。こっち、ヤザップで死なないんだよ。ヤザップやったら死ぬけどね。でも、それやる頃には、こっちはね、守れてるんですよね。はい。で、あれは単体なんで、ああ、それ行かれないんだったら俺、連盟してよかった。いや、今のスパーキー普通に行かれると思ってしまった。はいはい。いや、全然いいっすね。これ、アイスピンまで流してあげて。いやー、どうしよっかな、あれ。アーチャーから行きますか。アーチャーから行って。いや、ファイブ打ってもよかったな、正直。まあ、することはいいんで、丸太行きましょう。で多分左多分つけてきますね、おそらく。あっちなんだ、いやマジで美味しいけどなそれ本当に。これこっちの、はい、でアイスピまでいけるか、あ待って、なんかアイスピ出てないんだけど、は待って、やばい、ガチで、はいはいはい、いや守れますねこれは、これは守れます、はい、アーチャーめちゃくちゃ強い、あやってるやってる、マジでやってるぞそれ、ファイボでいいやこれ、ファイボで、はい、急し上げて、でこれはまあ一発そうだよ入るから、でアイスピ、このアイスピやだよマジで、でアチャスパね、このアチャスパマジ強いぞ、でもう一回ファイボサイクル、もう一回ファイブサイクルですね。マジでこのチャンピオンサイクルやばすぎる。壊れてますね。あとは、あれですね。バルタ2周と、ファイブ、なんだ、ファイブ2周とかでもいいけどな。これは一旦こっち。一旦こっちの、なんならスパーキーに打つと思ったけども、外してるんですよね。俺、外してるんですよ、これ。外してるんですよ、実は。実は外しちゃってるんですよね。あー、やばい。もうやだめくる。でも、スケで釣ってるから、多分これ守れる。そうですね。はいはいはい。いやもうここしのいだらもう正直俺の勝ちっすね。はい。あとはリトプリサイクルで勝てます。はい。まあそうだね。それぐらいしかないんで、多分ヤナミが飛んでくるんじゃない、このタイミングで。ほい。いや、飛んでこないんだったらもう GG じゃないそれ。ファイブ2周でいきますね。これは。ファイブ2周で。まあやってあげて。さあ、これチャンピオンサイクルの強みですね。はいはいはい。いや、スパーキー勝てんのやばくない普通に。この施設なしでジャイスパ勝てんのマジやばいだろ。おかしいってもう。これ勝てんのやばい、マジで。これはね、シンカーチャも強いし、リトプリも強いや、マジで。ジャイスパ勝てんのやばくない、マジで。しかも、ガゴムレ型。本来、ホグであったらめちゃくちゃきつい相性を全部勝ててしまうっていうね。やば。さあ、来ました。ブルーブラッドやって、青1ですね。かっこいいな。まあ、これ一旦ね、ホグ、行きたいところであるんですけど、まあ、一旦アチャスパでもいい。これだったらね。アチャスパマジ強いんだよね。うん、このアチャスパするだけで、相手はね、そう、どっちにユニット出そうかなっていう揺さぶりができるからね。で、来ない方につけれるから、マジでそれが強いんだよな。まあ、これアイスピ流し上げて。いや、マジで、もうやめろってそういうこと、本当に。本当にやめてくれ、マジで。マジでやめてくれ。いや、でもこれはほぼ行くしかないですね。行かないと手札多分詰まるんで、これ、おそらく。そうですね。で、どっちに来るんだろう。あー、それ行かれちゃうんか。待って、どうしよう。これマジでどうしよう。え、どうしよう、マジどうやって守るのが正解、教えてほしい、正解教えてほしい。いや、これはガーディアンだ、絶対ガーディアン、危ない危ない、マジで危なかったよ今、本当に。てかミニペがやばいよこれ、ミニペがやばいことに気づいてない俺、はい、ミニペやばかった、やっぱりミニペがやばかったそうだよね。いやでもね、ちょっとね、ナイトでアーチャー行かれたんかちょっと納得やん、あれやれると思って俺はね行ったんだけど、普通にやられてるのおかしいだろマジで。一匹じゃ弱えなお前、お前やっぱ進化じゃないとダメなんかお前は、まあ、早く進化しろマジで。あー、これ、いや、これどうしよう、ファイブ打つしかないんだよな正直。リトプリマジできついからな、リトプリはもうファイブ打つしかないんだよね。で、まあ打ってきたら、まあ丸太と、まああれでしょってあげるみたいな。いやー、逆さ、一応飛ばしとくか、一応飛ばすね、うん、一応。あ、でもミニペじゃないんだ、美味しい、全然美味しいですね。いやー、これどっち来る、いやマジどっち来る、いやマジそれによってこのリトプリをどっちに出そうかっていうとカット、いやまあまあこっちに行くか、こっちやな、そうだよね、そうそうそう。でこれこっちので、一旦これスケクッションだな、ほい、いや危ねえ、マジで危ない、はい、アイスピーからのこれで守れそう、頼む、守ってほしい、守れそうじゃなくてお願いだから守って、はいはいはい、いいね。次シンカーチャーだから、やんちゃしてもいい、やんちゃしてもいいけど、
そう、やんちゃんしてもいいんだけどって感じですね。ここつなげてあげて、さあ多分これガーディアンしてくるんじゃない。そうだよね、はいはい、射抜いてんだよな、マジで美味しいな。射抜きマジ熱すぎんだろ普通に。いや、やなめ切った、熱っ、やって、これアーチャーで受けて、はい、来ました、このアーチャー無双、無双タイミング、このアーチャー無双で敗北。マジでやってんじゃんそれ、マジで普通にやってるだろお前、マジでメタリすぎだろ普通に考えて。やばいやばい、マジで終わった普通に。いや一発やばい、マジでマジでやばい。ちょ、これリトブリ切ったら多分死ぬから、これアーチャーでいこう。5やなめやばくない、待って、本当に本当にやばいって、5やなめは。いや、これ待って、終わるな普通に、普通に終わる。いや、これ出すしかない、ワンチャン掴むには、俺はこれしかない、ワンチャン掴むにはね、これしかないんですよ俺には。で、多分5まで打ってくるか。あー、それだったらマジでワンチャンある、マジでワンチャンある、これマジでワンチャンある、本当に。こっち待って、ガーディン呼び出しね、呼び出し、呼び出ししてあげて、さあこれ5でいい感じにやってあげる。さあガーディアン来るから、そうだよね、ガーディアン来る、はいはい、これ延命してあげて、頼む、残れ、残ってくれ、頼む、頼むから残ってくれ。あー、やばいやばいやばい、あー、ちょっと待って、あー、これはちょっと無理だ。これはきつすぎる、マジで。ファイボやは犯罪です、これ。犯罪すぎた、マジで。いやー、ガチかー、ちょっとここまでです、はい、俺は。いやー、ファイボやずるくない？いや、普通にファイボやはせこいでしょ、こいつ。もう俺の、全部ブチブチに言いかれたんだけど、俺の進化アーチャーとか言ったらファイボ飛んできた、マジで。いやー、でもなんか上手くやれば勝てるんから、でもめっちゃきつかったな、これは。でもさすがに、さすがにって感じでしたね。はい。まあでも、逆にここまで勝ってたんがすごいけどね。この 2.5 ほぼ施設なしでね。これ普通になんかね、もうちょいアレンジ加えたら全然強そう、本当に。なんならこれ大砲にしちゃってそういうんじゃね？アイスコーレブ。大砲とか、大砲にして 2.6 ほぐみたいな。マジでそれでも強そうだけどな、マジで。ボブとかでもテスラとかでも良そうだけどな、マジで。まあということでね、この動画だったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。